感想、ガチな感想。一緒にはやっていきたくない。せーの。私は頭悪いタイプのギャル嫌いなのよ。ギャル、ギャル超かわいい。はじめまして。はい、あ、始まって。あるんですか、始めるときの。ヤッホー、さとり、焙煎でーす。ヤッホー、ピノシキーズケー、ピノシキーズケーブレスト、アルちゃんだー。はーい、35秒ばばやからすごい。でもなんかこんなザ・ギャルの方と久々にお会いしました。本当ですか。自分の周りのギャルはちょっとずつ薄くなっていってるよ。メイクが変わっていってるよね。あなた薄くなっていかないね。いや、私薄い。今日でも言うても、これ薄いの。薄いよ。だってもう部屋今マクドナルドやもん。それはそう、それはそう今日はね、ギャル YouTuber うさたにパイセンとねコラボさせていただくんですけども、でもギャルの割にはね、こういう風に斉藤ひとりさんが教える驚くほど月を呼ぶ魔法の言葉。本読んでるからな、頭エネンがいいと。あれちゃんの足にやりな。痛いってあんた。なんで私だけ狙ってくんのこの猫。プラスエリナちゃんの猫を襲われて。もう忘れとって、いや仲間だと思われてみたいな。で、いやでもね、うさたに焙煎はね、まあ、ギャルの中ではかなりね発達してるというか、発達、まあそうですね、カリスマで、17歳ぐらい、もう11年前ぐらいにギャルの専属モデルをずっとやってて、ギャル雑誌の、そうランズキっていう雑誌から、コアクマアゲハっていう雑誌やって、すごい有名よ、ね、ラブジーっていう雑誌やって、今はアニアゲハっていうのに一応出てるんですけど、あとは福島の観光大使とか、福島、そう、福島なのよ。よくもギャルを観光大使にしようと思ったね。もう本当にこれは小学校の頃からずっとなりたくて、ギャルの前から。じゃあもう自分からガチで狙いに行ってたから。俺もなりたいわ。狙ってなれるんよね。14年間言い続けて。じゃあ福島のいいところを一つ。空気が美味しいんだなって本当に感じる。長野とかと比べても美味しいの。まあどこよりも美味しいっすね。ジップロックに詰めて福島の空気持ってきね。うろうろ新しいビジネスを見出しとろうですよ。やりますいや、今日はそんなね、うさたにパイセンを交えて何をやっていくかというと、はい、我々も1回ぐらいはギャルを経験してみたいなと。あるちゃんギャルやって昔。うちはなんかちょっとしたギャルやったかな。こんなにしてみた。おー、もりもりにして、おー、こう細いの、なんか髪細くて黒歴史やな。そこからもっとね、垢抜けたギャルとして活動していくのか、もしくは反省をして反省をして生活をしていくのかなんだよね。そうそうそう、反省してないってことね。反省してないの。で、我々は反省してしまったもんだから、しっかりとしたギャルにはなりきれてないから、今日はちょっとね、ギャルメイクをねやってもらおうかなと思って。できそうですか。私できない人いないと思う。え、でも今日希望してんのは黒ギャルやねん。全然いける。いける、似合うと思う。似合うと思う。私結構ちゃんと人の顔を見て、パーツ見て、その人に合うようなメイクしかしないんで。楽しみやねんけどな。ピロシキ回線とか言ってかわいい。ピロシキズなんだけど、チョベリバーとか。一番好きな言葉なに。人生一度きり、自分が主役。おお、いいことよ。簡単やけど当たり前のことやな。アリちゃんは、うちの好きなこと何やったっけ。俺の好きな言葉、今が人生で一番若い時。あ、待って、私の口癖。二番目昨日も言ったし、毎日言ってた。今日のうちら一番若いから。そう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 、マジでマジで大事だな。さすがギャルじゃない。あげー、疲れてる。すっぴんの力、その爪でよくやるよね。刺さったらごめんなさい。いや、怖いこと言う。でもこのね、下地だけでも結構黒くなる。でも顔のパックしてる人みたいな、こういう顔のパックしてる人、クレイパックくなってる。衝撃的な感じではない。まだ全然。これがまず下地をやったんや。下地を、ほうほうほう。これは結構黒くなるやつ。あー、すごい。結構黒いと思う。まあまあまあ、もう慣れてもんよ。もう早くね、今やったかなって感じやな。あとな、塗り方がな、もう容赦ないの。もう頭ガシャってしちゃう。はい。頭ちょっともこってさしてるから。いや、あれ写真じゃない、これ卒業アルバムやで、中学校の。いや、ギャルやん、エビジバンクやん、しっかり。だからうちこれ見た時に、あ、ギャル出たの。確かに俺ギャルだったのかもね、そういう。コンシーラーで、あ、私
が出しました。あら、なんていうやつですか。パラレルザカバーコンシーラーでございます。自分でもちょっと自信なかった。鼻筋かいたら鼻高なる。鼻高なる。これ以上。もっと笑う。口塗ったらどうなる。口がなくなります。なくなりました。の目のね、これは今アイラインをね、引いてるのかしらね。目つぶさーい。あー、すごい。その後、その中埋める。埋めない。あ、目でかくすんや、それで。じゃーん、毛穴怖くなってる。めっちゃ逆。メラメラメキラキラ。あ、かわいい。かわいいよね。ゴロリのゴロリちゃん。ちょっと感想はガチな感想。一緒にはやっていきたくない。せーの。やっほー。ヤッキー。いやー。いや、おるおる。こっち見ないよ。笑っちゃうから。ちょっとおもろいな。あー、ブラスもギャルになるの。できます。確かにこれやってる側はさ、これほんま分からへんな。どんくらい何がどうなってるかって全く分からへんな。横とか見たらめっちゃ地獄だ。やばくない。もうもっと押し付けて。そうそうそう。よきじゃね。下引くとギャルだわ。そうなんだよね。ちょんやないんだけど、私は頭悪いタイプのギャル嫌いなんだね。一緒にされたくないんだ。マジでよけるんだけど。鼻高くします。あのさ、言いながら笑ってるやん。鼻高くなりました。鼻高パウダー使って。どんだけ高くしていただくのこれ。はい、半顔メイク完成です。マジ道頓堀の引っ掛け橋行かなきゃダメじゃない。大阪のギャル。おはようございます。めっちゃ可愛い。可愛いギャル。ギャル超かわいい。遊びたい。ギャルがいい。こんなにラメあったらさ、家帰ってさ、シャワー浴びてるとき金玉の裏にまたラメとか出てる。なんで金玉の裏星ついてんねんみたいになる。あ、でもそれ誰かに見つけてもらったときに。ダメついてんのとって。ではね、視聴者からの悩みが来てるらしいから、それをね、今回我々ギャルが答えをさせていただくと。みんなであげてこ。ピロシキズのお二人、うさたにパイセン、こんにちは。はい、こんにちは。私は現在18歳、若いな。高校3年生です。もう卒業やね、もうすぐ大学や。こっからデビューせんとあかんね、ほんま。早めにカメラくそめちゃってる。そうそうそう。ブリーチはとりあえず1回から見たから。まだ続きがある。あ、ほんと。いわゆる Z 世代ってやつです。毎日 SNS ばかり見ていて、完全にスマホ依存症です。毎日やる気も起こらず、無力で、未来の夢もまだありません。はい、スマホ首が悩みってこと？スマホ首ってこうやるんだよ。でもね、みんなそれ悩むけどさ、多分そのうちスマホ首がかっこよくなると思う。逆にね。だからさ、そのツイッターとかな、自分の名前書いてるやんか、何々何々、後ろアットマークスマホ首。悩み解決。悩み解決。スマホ首まだ続きがある。違う。夢や目標なんか持たなくても今が良ければいいという考えでいる世代です。そりゃそうや。嫌なことがあればやりたくないし、なるべく楽しく生きていきたいです。そう。バイトの面接を受けても合わないと思ったらすぐ辞めてしまう。当たり前じゃん。その度、今の子は続ける前にすぐ辞めてしまうと上にぐちぐち言われてしまいました。そしたらてめえはセンスもないのにずっと続けて諦めが悪いやつだねって言えばいい。今後社会に出て頑張れる自信がありません。皆さんは今の時代の子をどう思いますか？てか私だって今年からバックパックになるから何も考えてないから。え、私たちは何を言ってでも、こんなんなんかなるようになればいいじゃん。でも最悪その辺駅前でさ、なんかお金ちょうだいって言えばいい。あ、そうだね。また見せたこうよ。またでもカツを入れてもらえると嬉しいです。カツ？俺もいろいろ入れてもらいたいな。なんでよね。ギャルがさ、なんでよね。なんでよね。いや、頑張れないときは頑張んなくていいと思う。無理にやりたいことが見つかったら勝手に頑張り夢中になるよ。そうそうそう。だから何のため
ために頑張るかだよね。自分が何がしたいんだったら頑張ればいいけど、何もしたくないんだったら頑張る必要もないんじゃないかな。ほな、まあそういう感じやから、お疲れさ、セニョリタン。セニョリタン。ピア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 ピ